クリスティアーネ・シャルロッテ、ヤンク・ペツキーによる、肖像画を原画として、ピエール・ドルベが制作した、最式同版画、クリスティアーネ・シャルロッテ・フォン、ビュルテンベルク・ビン・レンタールは、ドイツのビュルテンベルク・ビン・レンタール家の公女で、ブランデンブルク・アンスバッハ編脅迫、ビルヘルム・フリードリヒの妻。ビュルテンベルク公エヴァハルト三世の七男である、ビュルテンベルク・ン,ネンタール公フリードリヒカルその妻で、 ブランデンブルク・アンスバッハ編教迫、アルブレヒトの娘であるエレオノーレ・ユリアーネの間の末娘として生まれた。シュトットガルト北港のビネンデンにある両親の居城、ビンネンタール城で少女時代を過ごし、進学者のヨハン・オジアンダーに教育を受けた。1709年8月28日に、シュトットガルトにおいて母方のいとこであるアンスバッハ編教迫 ビルヘルム・フリードリヒと結婚した。1723年に、夫が死去すると、幼い町内カール・ビルヘルム・フリードリヒの摂生として、アンスバッハ校領を治めることになった。摂生として、クリスティアーネは大規模な建設事業に着手したり、文化、学術振興事業に熱心に取り組んだ。またブルックベルクにある上官を、息子の教育のための施設にしつらえた。 1729年のクリスマスに35歳で死去し、意外はアンスバッハのグンベルトゥス教会に葬られた。夫との間に2男1女の計3人の子女を設けた。ありがとうございます。